東洋小学校となるわけですが、子どもたち、保護者、また地域の方々には大きな不安があるかと思います。関係部署においてはスムーズなスタートができますよう十分な配慮をいただきますようお願いしておきます。それでは質問に移らせていただきます。質問通告順番を変更させていただきたいと思います。1番目、深刻化する健康被害の本質の対応について、2番目、新年度の八代校考案計画について、3番目、緊急経済対策の方針の取り組みについて、4番目、フードバレー構想についての順番で質問をさせていただきます。まず1点目、深刻化する健康被害について質問いたします。この時期に話題になるのが花粉症、そして黄砂と私たちの身の回りの環境の変化が話題となって、同時にアレルギー等の健康問題がマスコミの話題となってまいりましたが、今年は例年と違った健康問題が報道されております。私も最近は熊本県ホームページの熊本県大気汚染常時監視システムから微小粒子物質のヤシロの数値を見るのが常となりました。人間の髪の毛の太さの30分の1という超微粒子で肺の奥深く入り込み、喘息や肺がんを引き起こす可能性があると言われ、また飛来する黄砂と上空で化学反応し、さらに有害な物質に変化すると言われる中国から越境飛来してきている PM2.5、 また日本で死亡例が確認されたマダニによる感染症、重症熱性血小板減少症候群 SFTS が西日本で発生し、これまで5人の死亡例が確認されるなど、今年は新たな健康被害がクローズアップされております。そこでこれらの健康被害に対して本質としてどのように認識されておられるのか、健康福祉部長にお願いいたします。質問2点目、新年度の八代校考案計画について質問いたします。平成19年マイナス14メーター岸壁着工決定後、平成22年には重点港湾に指定され、平成25年に岸壁白地が供与開始される状況の中、先般新聞報道において4年ぶりに1万 TEU を超える国際コンテナの増加を見、今後はさらなる上積みも期待できるとの記事が2月22日付の熊日に掲載されていました。また8万トン級の大型クルーズ級の誘致を図るために調査安全調査を行うとして報道され、県3000万円うち市負担金300万が今定例会においても計上されていますが、掲載されております。マイナス14メーター岸壁および関連工事の港湾整備の利用がいよいよ始まるのだなという、そういう思いがいたしております。今回の質問はこれまでの利用実績と今後の港湾利用利活用について質問させていただきたいと思います。まず平成24年度の八代港振興にかかる市の事業の総括と平成25年度の港湾利用計画を商工観光部長にお尋ねいたします。3点目、緊急経済対策の取り組みについて質問いたします。政権交代後、コンクリートから人へからコンクリートも人へと政策転換がなされ、平成24年度の大型補正予算が26日に成立しました。事業費ベースで 20.2 兆円、国の負担分 13.1 兆円の1兆円のうち、経済対策は 10.3 兆円に上り、内訳として復興防災対策による 3.8 兆円、成長力強化中小企業支援に 3.1 兆円、暮らしの安全地域の活性化に 3.1 兆円が緊急経済対策としてこれから本格化することになります。熊本県では自民党熊本県議団が中心となって一足早く取り組み、県下市町村の要望の取りまとめがなされました。これは平成21年度の補正予算の獲得の際、チーム熊本を立ち上げ、
県下の市町村の要望を一本化して国へ県選出衆参議院ともに要望され、同規模の県では突出した予算獲得ができた経験を踏まえ、今回も一足早く自民党熊本県議団を中心に熊本経済再生本部、通称チーム熊本を立ち上げられ、緊急経済対策の予算獲得のため県下の市町村の要望を取りまとめを一本化されたと聞いております。このような流れの中で本市は緊急経済対策の対応としてどのような動きをなされたのか、企画戦略部長にお尋ねいたします。次に質問4点目、フードバレー構想について質問いたします。今日も県の主催事業で県南部の農業セミナーが八代市で開かれておりますが、昨年知事選時の蒲島知事のマニフェストを見て、一般質問の中で今の一部の底上げ事業でなく地域全体の底上げにつながるフードバレー構想に早期に取り組むべきだと申した経緯から、今回コンサル料の予算が計上されやっと動き出したというそういう思いから今回質問させていただきました。知事選後ある新聞にこのような記事が掲載されておりました。熊本県は食品関連産業への支援を中心とした県南部地域の振興に乗り出す2012年度内に振興の基本方針とするフードバレー構想仮称を策定、13年度以降の事業計画に反映させる、また同県八代市など南部の各自治体も構想に基づいた産業振興を実施する、農協など関連する経済団体とも連携し地域が一体となった取り組みに発展させる、対象地域は八代市のほか水俣市、人吉市とそれらの周辺地域、温暖な気候により従来農業が盛んな地域で全国に出荷しているトマトや柑橘類などもある、また人吉市と周辺は熊焼酎のブランドの米焼酎産地が形成されている。構想では食品産業への新規参入支援を含む地場産業振興だけでなく食品バイオ関連の企業誘致も目指す、また海外にも展開する計画で、その際は韓国の釜山港を結ぶ定期航路がある八代市の八代港を活用したい考え、構想の期限は複数年の中長期になる見通し。この記事を見て蒲島知事2期目から県南振興の柱として位置づけておられるのだなというそういう感じがした次第です。それからやがて知事選から1年経ちますが、これまで県との協議はどのように進めてこられたのか、またフードバレー構想について本市の基本的な考えはどのように捉えておられるのか、企画戦略部長にお尋ねいたします。以上で壇上での質問を終わりまして、あとは質問席にて行います。上田健康福祉部長。はい、おはようございます。おはようございます。議員ご質問の深刻化する健康被害への本市の対応についてお答えいたします。例年春先になりますと杉やヒノキといった花粉の飛散によりアレルギー症状を引き起こすいわゆる花粉症と呼ばれる疾患が多く発生し、全国的にくしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみといった症状に多くの方が悩まされており、外出の際はマスクが必需品となっているようです。本市におきましてもこの時期マスクをしている人を多く見かけますが、花粉症の症状は個人で異なることと医療機関で受診しない人もおられますので、本市における具体的な患者数を把握することは困難な状況でございます。また最近は議員ご案内の中国の深刻な大気汚染をもたらしている PM2.5 と呼ばれる極めて小さい粒子状物質の大気中の濃度が日本でも高くなっている状況が
報道などでも取り沙汰されていますが、専門家の意見によると PM2.5 の濃度が環境基準を多少超えたことによりすぐに重大な健康被害が発生することは考えられないものの、この物質は極めて小さい粒子であるため肺の奥深くまで入りやすく、また粒子の表面にさまざまな有害物質が吸収あるいは吸着されていることから、呼吸器系や循環器系の疾患、アレルギー疾患といった健康への影響が懸念されるとされております。さらに2月27日には環境省の専門家会合で基準値の2倍を超えると予想された場合に外出自粛を呼びかけるといった暫定指針がまとめられたところです。一方、議員ご案内のとおり PM2.5 と並んで山間地に生息するマダニを媒介とした感染症が新聞報道等で大きな問題となっておりますが、複数の県で死亡例も報告されており十分な注意喚起が必要と思われます。以上お答えといたします。橋本浩一君。PM2.5 については国内の関心も高く、国県において指針が示され対策が急がれているようで、また今定例議会の一般質問でも本日の生村議員、そして我が自民党会派から山本議員が3日目に PM2.5 に特化して質問通告されておりますので、この PM2.5 についてはお二人に譲ることにいたしまして、マダニ感染症 SFTS について質問いたします。専門家では流行が急拡大しているわけではないとして冷静な対応を呼びかけておりますが、厚生労働省はさらなる実態解明に向けた調査を始める方針ということで、死亡例がさらに増える可能性もあると聞いております。死亡例がある宮崎県と県境にあり、7割から8割が山間地が占める本市にとって無関心ではおられません。特に山林従事者、五箇野町をはじめ山間地に観光客として来られる方々、そして鳥獣被害対策に尽力いただいております狩猟関係の方々など、その危険にさらされておられる方が多くおられると思います。そこでこのマダニ感染症 SFTS について国県からの情報、そして本市の対応はどう考えておられるのか、健康福祉部長にお尋ねいたします。上田健康福祉部長。はい、自席から失礼いたします。このマダニですが、屋内で普通に見られる1ミリ以下のイエダニとは種類が異なり、3ミリから4ミリの大きさという比較的大型のダニで、主に森林や草地などの屋外に生息しており、日本でも全国的に分布しております。ダニを媒介として発生する疾患は従来から存在しており、このマダニを媒介として発生する日本紅斑熱やダニの仲間であるツツガムシの幼虫によって感染するツツガムシ病などがありますが、最近新たにこのマダニを媒介として発生した重症熱性血小板減少症候群 SFTS と呼ばれる感染症が国内で初めて確認されました。この SFTS に罹患すると6日から2週間程度の潜伏期間を経て、発熱や嘔吐、下痢などに加え血小板の減少に伴う皮下出血や血便などの症状が見られ、これまで隣県の宮崎県での例も含め国内での5人の死亡例が報告されております。国におきましては SFTS を本日3月4日から感染症法に定める日本脳炎や狂犬病、マラリアなどと同じ4類感染症と位置づけ、すべての患者発生について各医療機関の医師に対し最寄りの保健所への届け出を義務付けることとしております。現在のところ SFTS に有効なワクチンはなく、予防としてはマダニに噛まれないようにすることが重要とされておりますが、熊本県からこの件につきまして2月25日付でダニを媒介とする疾患の予防対策に関する通知が出されたところです。本市でもこれを受けまして
森林や草地などマダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボンや足を完全に覆う靴を着用するなど、肌の露出を少なくすること、屋外での活動後はマダニに噛まれていないかを確認すること、吸血中のマダニに気がついた際は速やかに病院で処置すること、マダニに噛まれた後に発熱などの症状があった場合は病院で受診すること、といった予防対策をホームページに掲載したところです。今後も随時市民の皆様への情報提供と周知啓発を行ってまいります。以上でございます。橋本浩一君。はい、本日付でマダニ感染症 SFTS が日本脳炎や狂犬病と同じ4類感染症に指定され、今後患者発生については保健所への届出が義務付けられたということですが、この SFTS には有効なワクチンがないため、噛まれないようにするという予防策しか今は方法はないということです。そのための対策として大まかに4項目をホームページに掲載され、また今後も情報提供と周知啓発を行っていくということで理解いたしました。特に噛まれる危険性のある地域には注意喚起をお願いいたしたいと思っております。現状では当面の噛まれない対策と、それからもう一つ、これ以上マダニの生育域を広げないという、そういうことも必要かと思います。本市の場合、マダニの生息域を広げる一因として、鹿イノシシの平野部への拡大もあるかと思います。合わせてペットの増加と鹿イノシシの生息域と重複している地域も多くなり、その危険度は高まりつつあると思われます。これまでイノシシ鹿の増加については、農林水産物の被害のみとして捉えられておりましたが、今後は間接的にも健康被害について問題があり得るという、そういう視点からも捉える必要があるかと思います。ぜひ今後関係部署と連携した対応をお願いして、次の答弁にお願いいたしたいと思います。以上、山本商工観光部長。はい、おはようございます。おはようございます。橋本議員ご質問の社港の振興にかかる市が実施した事業の平成24年度の総括と25年度の計画についてお答えいたします。まず平成24年度の総括ですが、社港の貨物取扱関係では平成24年のコンテナ取扱量は前年比 21.1% 増の11,457TEU と4年ぶりに1万 TEU を突破しました。この背景には主に地元航運業者の積極的な営業活動をはじめ、本市担当職員による2年間で1000件を超える企業等への訪問活動により、荷主に対して社港の地理的優位性やコンテナ助成制度の周知が進んだことなどから取扱量が伸びたものと認識しております。このような貨物取扱量の増加により、航運業者の中には社港でのコンテナ事業のさらなる拡大を見込まれて、新たに数名を雇用されるなど、地元雇用の創出につながった事例も出てきております。また社港を活用した木材や農産物の輸出拡大に向けた取り組みも始まりました。木材については、地元の山主が所有する木材の輸出が始まるなど、社産木材の本格的な輸出に向けた具体的な取り組みが進められており、本市の林業振興に大きく貢献することが期待されております。また農産物の輸出についても試験的な取り組みとして、昨年11月には生鮮品や加工食料品が本港に向け輸出されております。このようなことから、今後は熊本県が提唱されているフードバレー構想と協調しながら、アジアに向けた地元農林水産物の輸出についても具体的な検討を進めてまいります。クルーズ客船の誘致につきましては、海外船籍2隻、
国内船籍延べ3隻計5隻のクルーズ客船が八代港に入港しました。特に昨年10月の八代全国花火競技大会に合わせて初入港したコスタビクトリアの寄港は大きくマスコミに取り上げられ、国内外に向けて八代および八代港の名前を PR することができたと考えております。なお今回のコスタビクトリアの寄港による県全体への経済波及効果は約9300万円と先の本会議で申し上げましたが、そのうち市での経済効果としては市内ショッピングセンター等での買い物による約1000万円の売り上げをはじめとして、花火大会会場での観覧料や飲食代、日名具温泉などへの市内観光ツアー代金など相当の経済効果を確認しております。次に平成25年度の計画についてでございますが、貨物集荷活動につきましては引き続き精力的な企業訪問等を通じて情報収集に努めるとともに、八代港の地理的利便性や助成金の PR を行い、荷主へ八代港の利用を促してまいりたいと考えております。合わせて八代港の利便性が向上する航路の新規開設や増便に向けた取り組みについても積極的に進めてまいります。クルーズ客船誘致につきましては、県に対して8万トン級の大型船の入港を実現するため、専門の調査団体が安全に入港できるかを調べる船舶航行安全対策調査の早期実施を求めるとともに、人吉市、水俣市など県南自治体や地元経済界との連携を図りながら、海外からの誘致に向けても引き続き積極的に取り組んでまいります。以上お答えとさせていただきます。橋本浩一君。はい、ありがとうございました。平成24年度のコンテナ取り扱い量は前年対比 21.1% 増の 11,457TEU、これは営業隊の皆さんの2年間で1000件を超える企業訪問活動、それからコンテナ助成、そしてこの八代港の優位性の結果であって、その効果として一部雇用の創出もできているということで、大変喜ばしいことと思っております。最近の動向として、これまで企業の木材輸出だったのが、現在八代の民有林の輸出の取り組みが進められているということで、現在低迷するこの木材市況を少しでもその上昇につながればと期待しているところでございます。ぜひ頑張っていただきたいと思います。また昨年から農産物の加工品の輸出も試験的に始まっているということで、今後念願である生鮮野菜、それから食料品、米を中心とした穀物輸出のその道が開かれたらという、そういう期待するところでございます。クルーズ船については昨年5隻入港し、全国花火大会に合わせて入港したコスタビクトリアの寄港については前回質問に出ておりましたが、県全体では約9300万円の経済波及効果、うち本市では市内ショッピングセンター等での買い物約1000万に、観覧料、飲食代、市内観光代がそれにプラスされるということで、実際、本市に押した金額はちょっと少なかったなというそういう感じがいたしております。平成25年度についてはさらなる貨物の取り扱いの上積みをまず図っていくということと、クルーズ船については8万トン級が入港できる体制を整えるため、船舶航行安全対策調査を早期に実施を目指すということで認識をいたしました。そこで今回船舶航行安全対策調査を行うことで、多目的国際ターミナル整備事業の効果が発揮されていくわけでございますが、本来八代港港湾計画においては物流基地としての計画が基本方針として示されております。
一方、今後クルーズ船の誘致とともに入港の増加も予想される中、貨物船との調整はどのようにされるのか、またこれは県の事業ではありますが、今回の船舶航行安全対策調査の概要について商工観光部長にお尋ねいたします。山本商工観光部長。自席からお答えさせていただきます。八代港は県内貨物の 67.9% を取り扱う熊本県内最大の物流拠点であり、中九州における重要な工業港湾として発展してきております。港の利用にあたっては原則貨物船を優先させることになっております。しかしながらここ数年はクルーズ客船の寄港数が増えておりますから、ことから事前に貨物船の入港調整をお願いするなど、荷役作業に支障を来すことがないよう荷主企業や航運業者と十分な協議を行っております。そのため現状では問題は生じておりません。なお八代港では平成21年に船舶航行安全対策調査が行われておりますが、この時は水深10メートル岸壁における7万トン級のクルーズ船および水深12メートル岸壁における8万トン級の貨物船の入港についての検討がなされ、クルーズ船貨物船ともに入港可能との結果が報告されております。本年25年度に実施予定の安全調査は、昨年入港しましたコスタビクトリアよりもさらに大きい8万トン級の大型クルーズ客船が入港できるよう、水深14メートル岸壁または12メートル岸壁での受け入れを想定しての調査であり、現在県で調査の準備をしていただいているところでございます。以上お答えとさせていただきます。下本浩一君。本来の目的である貨物を主として調整を図りながらクルーズ船の誘致も図っていくということで理解いたしました。また船舶航行安全対策調査については平成21年度に7万トン級のクルーズ船、8万トン級の貨物船の入港についての船舶航行安全対策調査がなされ、今回は8万トン級のクルーズ船についての調査ということで、これで8万トン級の貨物船、クルーズ船ともに入港可能になった、これをやることに入港可能になったということで理解いたしました。やっぱ今回多くの資料をいただきましたが、八代港の輸出入の取扱額においては平成2年165億2361万9千円が、平成23年には505億4399万4千円と、本市の一般会計並みの取扱い高に伸びている、非常に驚いたわけでございますが、ただ、毎年この割合というのは、8割前後が輸入で、輸出が2割前後と、少ないのが現状のようでございます。近年、厳しい状況の中、八代港の利用が伸びているのは、通称ゴレンジャーと呼ばれる営業隊の頑張りは大きいと思われます。今後もさらなる頑張りを期待しているところでございます。しかしさらに伸びるためにはまだまだハード面の整備が必要でございます。八代港の整備については現在マイナス14メーター岸壁の航路部分の完成年度が平成32年、第2バスの着工はまだ目処が立っておらず、航路についてはさらに後という状況の中、木材の輸出やさらなる貨物の取扱量を増加する上ではフルガントリークレーンの設置の必要性はさらに高まってまいります。またフードバレー構想で八代港の利用も検討されている中、その効果を上げるためには輸出のための新たな施設整備も必要不可欠でございます。これらの問題を解決するには政治力も必要であり、県国とのパイプの太さはいかんかと思います。それをぜひ念頭に入れていただき、次の答弁をお願いいたします。長原企画戦略部長。
おはようございます。おはようございます。まず政権交代後における市としての国県への働きかけについてお答えいたします。先ほど議員からご紹介がありましたとおり、衆議院議員総選挙後、自由民主党熊本県支部連合会から経済再生予算に関する要望聴取の会を平成24年12月22日に開催する旨の通知がございました。本市からも市長が出席をいたしましたところ、自民党県連から平成25年1月に大型補正予算を編成する方針が打ち出されていることや、熊本経済再生本部が立ち上げられたことなどの説明が行われました。また熊本経済再生本部において、自民党県連が把握している県内の要望を独自に取りまとめて、平成24年12月27日に自民党本部へ提出する予定であるため、追加して要望書を提出したい自治体については平成24年12月25日までに提出することとされました。これを受けまして、本市では国・県が主体となって重点的に取り組んでいただきたい事業につきまして、早急に取りまとめを行い、要望書を提出したところでございます。提出いたしました要望項目につきましては、八代港の整備促進、八代海を管轄する八代分室の海上保安省への昇格、球磨川水系治水対策の促進、球磨川水系川辺川砂防事業の促進、八代平野における農業農村整備事業の促進、八代市郡地区地区排水対策事業の促進、以上の6項目でございます。さらに市といたしましても、平成25年1月24日に政府及び関連省庁に対しまして積極的に要望活動を実施したところでございます。要望項目につきましては、先ほど申し上げました6項目に、小座谷川河川改修事業の促進、熊本県八代地域遺産業を守る対策に関すること、八代城郭群の国指定史跡化に関することの3項目を加えまして9項目となっております。次に緊急経済対策に対する市の対応についてお答えをいたします。市が国の補助を受けて主体となって行う事業につきましては、農地の基盤整備事業や林道の改良事業などの農林水産費関係、道路維持改良事業や区画整理事業などの土木費関係、学校耐震改修事業としての教育費関係などを要望しているところでございます。これらにつきましては平成25年2月26日に国の補正予算が可決され、現在補助事業の内示を待っているところでございますので、内示の確認ができましたら本定例会の会期中に補正予算案として追加提案をさせていただきたいと考えているところでございます。以上お答えといたします。橋本浩一君。本市においても熊本経済再生本部、いわゆるチーム熊本に要望書を提出され、内容として国県の補助事業6項目を要望されその後3項目を追加して政府関連省庁への要望がなされたということでございますが、熊本経済再生本部への6項目を見てみますと、これは見解の相違もあるかと思いますが、この中で八代港を管轄する八代分室の海上保安省への昇格については、昨年前川議員も一般質問の時触れておりましたが、すでに昇格は決定されているというでございますし、どうかなという思いもしております。また八代市郡地区地区排水対策事業の促進については、地元の松浦議員が今回質問される予定だったんでございますが、これについては郡地区の皆さんはじめ関係者の皆さんの長年の悲願である事業でございまして、これまで地元をはじめ県国レベルでも事業達成すべく頑張ってこられました。
特に国においては地元選出の国会議員金子代議士を中心として予算の獲得に奔走されたと聞いております。その結果、緊急経済対策ではなく平成26年度新規採択予定を1年前倒しして、軍畜地区2カ所の排水機場の整備が平成25年度新規採択されると聞いております。今回要望の6項目のうち2項目については、ほぼ目処が立っているというわけでございますから、私の思いとしてはトップレベルで国、県と情報を密にしてもっと精査して、他にこのボリュームをもっと増やしてよかったのではないかな、そういう思いもしております。他に市が行う補助事業で、農林業関係、道路関係、区画整理事業等の土木関係、そして学校耐震改修事業の教育関係の事業に緊急経済対策として取り組み、内事があり次第今会期中に補正予算として追加提案を行うということで理解いたしました。まだ内事がない段階で数値は出しにくいと思いますが、また県の事業の上積みも予想されている中に膨らむこともあり得ると考えられますが、現段階で本市の緊急経済対策約30億程度と想定しても記載もかなりの額になってくるかと思われます。財政計画の整合性とこれまで記載の借入額は返済額を上回らないという、そういう方針で来られたと思いますが、どのような状況になるのかお尋ねいたします。また今回の緊急経済対策は次年度の事業を前倒しして行うとのことでございますが、今年度の建設計画はどのように考えておられるのかお尋ねいたします。木本総務部長。はい、おはようございます。おはようございます。緊急経済対策につきましては、来年度以降に実施する事業の前倒しによる対応を予定いたしております。これは、有利な財源を積極的に活用して、事業の進捗を早めようというもので、予定外に、予算規模は膨れますが、年次計画の全体の流れの中では財政計画上事業実施年度が単に、繰り上がったものという捉え方をいたしております。また、記載額につきましては、借入額が返済額を上回らないという基本的な原則を維持してまいりたいと考えております。なお記載額は年間30億円程度という計画でございますが、今回の緊急経済対策の記載にあたりましては、本経済対策が景気後退による経済状況の悪化からの脱却および経済の浮揚を図るためのものであることに十分配慮した上で適切に対応してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。中原企画戦略部長。はい、次席よりお答えをさせていただきたいと思います。今回の3月補正に伴います平成26年度以降の建設計画への影響についてでございますが、議員ご承知のとおり平成20年度から5カ年を計画期間とします安野市総合計画前期基本計画が今年度の24年度をもちまして終了いたしますことから、平成25年度以降の各種事業につきましてはこの度策定をいたしました後期基本計画に沿った形で進めていくことになります。今回の緊急経済対策によります今年度に予定をいたしておりました事業の前倒しが図られ、それぞれの事業の効果が早期に発現されるのではないかと推察をいたしております。平成26年度以降の建設計画につきましても今述べました後期基本計画をもとに財政計画と連動させながら
適切な建設事業を推進していきたいというふうに考えております。以上お答えといたします。橋本浩一君。はい、ありがとうございました。財政計画上は事業実施年度が繰り上がったという捉え方で、財政計画上は問題なく、緊急経済対策の記載については、この補正の目的である経済状況の悪化からその脱却および経済の浮揚を図るためであることを念頭に配慮すると同時に、記載の基本的な原則は維持するということで理解しました。国においても地方の負担軽減のため、地域の現金臨時交付金、通称現金交付金も同時に交付されるようでございますので、この点は安心いたしました。前倒しで行われた事業については事業効果が早期に現れるという、そういう良い結果も出るわけでございますし、また繰り上がった事業に対して後の事業計画については後期基本計画にのっとって組み込んでいくという方針で、同じく財政計画と連動されて推進していくということで理解いたしました。ところで今回の緊急経済対策の公共工事は 5.4 兆円は平成25年度に繰り越されるということから、一部マスコミでは復興事業とともに全国で防災減災事業等が始まれば、資材の高騰、人手不足からのコストの上昇や一部業者の不足も懸念されるというような、そのようなことも言われております。本市にとってはそのような心配はないのか、関連部署になります建設部長、農林水産部長、教育部長にお尋ねいたします。自責から結構でございます。以上、船倉建設部長。はい。自責よりお答えいたします。建設部でございますが、現在のところ本市におきましては資材単価や労務単価などに変動は発生しておりません。仮に特定の資材単価などに著しい変動が生じました場合には、請負契約約款の中で請負代金額の変更を請求できる条項が設けてございます。また施工業者につきましても、工事の規模ですとか発注時期などに配慮した発注に努めますことで、その執行につきましては特段の心配は現在のところしておりません。以上お答えといたします。部長、橋口農林水産部長。はい。自責よりお答えさせていただきます。農林水産部では、農業関係で用排水路や排水機場などの改修や JA 八代などの農業団体が導入を計画している低コスト耐候性ハウスの整備を予定し、林業関係では平成25年度に予定しておりました林道整備事業を前倒して実施したいと考えております。事業の遂行にあたりましては、早期着手に努め、資材単価や労務費の変動など市場の動向を注視しながら適切に執行してまいります。以上お答えといたします。北岡教育部長。はい。実績よりお答えをいたします。教育部におきましても、本議会に平成24年度補正予算のお願いをする予定といたしております。その主なものは、平成25年度当初予算に予定をしておりました学校施設の耐震化工事でございまして、ご心配をいただいております建設事業の集中による建設資材の高騰、人件費の高騰、事業者の業務量等につきましては建設部長の答弁の通りでございます。なお、学校施設の耐震化工事などにつきましては、授業等の妨げにならない夏休み期間中にできるだけ集中して工事を進めることが学校運営上も望ましいことから、今後も前倒しの機会があれば積極的に活用してまいりたいと考えているところでございます。以上お答えといたします。以上、橋本浩一君。
資材高騰については契約約款の中にそのための条項が設けてあり、そのような事態になったならば対応をできるという状況にあるということで理解いたしました。また施工業者については規模発注時期を配慮するために方針においては心配ないということで安心いたしました。今回の緊急経済対策の額は熊本県全体で約841億円、うち農林水産関係で約270億円、土木関係で約330億円で、これは全国で6番、九州ではトップの予算額がついたということで、これも自民党熊本県連のチーム熊本の力が発揮されたなという、そういう思いがしております。本心においても相当の額が来るかと思いますが、交付決定後速やかに事業に付されていただいて、少しでも早く本市の経済状況の改善につながりますことを期待いたしまして、次の答弁をお願いいたします。長原企画戦略部長。フードバレー構想につきまして、これまでの県との協議について、から市としての基本的な考え方につきましてお答えをいたします。この構想につきましては、平成23年12月に県が策定いたしました政令指定都市誕生後の県南各地域の将来像に、県南地域の主な取り組みの方向性として、食品関連産業を中心とした企業研究施設等の誘致や地場産業の振興により集積を図りますと示され、知事の2期目のマニフェストや県の幸せ実感熊本4カ年戦略において、県南地域活性化の起爆剤としてフードバレー構想を推進と掲げられております。この構想が表明されましてから、これまでの間市といたしましても、この構想に対する市の考え方を県の幹部にお伝えをし、安曽地域振興局及び氷川町の関係職員と勉強会を立ち上げ、県の取りまとめの進捗状況の把握や全国の先進事例等の調査等を踏まえ、どのような提案対応ができるか検討を重ねてきたところでございます。近く県のフードバレー構想につきましては、今後の推進体制を含め公表される予定と伺っております。フードバレー構想につきましては、国内において同様の構想を推進している先進事例におきましては、農林水産物、加工品、バイオ、食料品などと関連のある研究施設や企業の集積等を図られており、流通分野や商品の販路拡大等、生産者や製造業のみならず広く地域活性化が図られる構想として期待することができます。また新たな雇用の創出をはじめといたしまして、研究機関と産業界、行政の連携による研究や新商品開発等のさまざまな取り組み、食をメインとした観光や地域ブランドの確立、定着といったもののほか、第一次産業の六次産業化による振興や農食連携の促進等による経済の活性化が効果として掲げられます。本市の基本的な考え方といたしましては、県内における本市の特性、強みとして、九州縦貫自動車道や南九州西回り自動車道のインターチェンジ、九州新幹線、八代港などといった広域高速交通網が整備されていることや、広大な八代平野や山林、八代海、球磨川といった第一次産業の生産母体が整っていることが挙げられます。県の策定する構想を踏まえつつ、このような強み、優位性を十分に生かしながら、県南地域において本市が中心的役割を果たしていく所存でございます。そのためにも、平成25年度には独自に戦略的な構想を策定することといたしており、農林水産業、商工業など幅広い分野の活性化に寄与する仕組み作りの検討を行ってまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。
長、橋本浩一君。昨年6月に市の考えを県幹部に伝え、7月より八代振興局、氷川町の関係職員と勉強会を立ち上げ、先進事例の調査や県の進捗状況の把握をこれまで行ってこられたということでございますが、また本市としてのフードバレー構想に対しての基本的な考えとしては、農林水産物、加工品、バイオ食品等の関連ある研究施設と企業の集積を図り、産官学の連携によりさまざまな取り組みを行うことにより地域の活性化を図るとともに、八代の地の利を十分に生かして県内のフードバレーとして中心的役割を果たしていくことを基本方針と考えているということで理解いたしました。今議会で計上されておりますフードバレー構想関連予算コンサル料は、これらの基本方針を踏まえて実施されると思いますが、現在の町内の推進組織体制はどうなっているのか、また勉強会で精神事例の調査もされているとのことでございますが、どのような調査であったのか、それと今後のスケジュールも合わせてお尋ねいたします。長原企画戦略部長。はい、自席よりお答えをさせていただきます。町内の推進体制、それから先進事例について、それから今後のスケジュールについてということでございましたが、まず市内部の勉強会のメンバーといたしましては、商工観光部や農林水産部、それから企画戦略部の部長級部次長、それから関係各課の課長等で構成をしており、昨年の早い時期には内部の協議を開始し、7月には先ほど言いましたように振興局、あるいは氷川町との関係部署の勉強会を設置したところでございます。先進事例といたしましては、新潟市、それから福岡県久留米市の視察を行いました。概要を紹介させていただきますと、まず新潟市では、整理市へ移行後の戦略の一つとしてニューフードバレー構想が平成22年に取りまとめられたところでございます。その構想を実施していくために町内の組織を強化され、具体的な方策を検討するため有識者の会議を設置、検討を重ねられ、本年度目指すべきビジョンと、食の売れる商品仕組み作りの普及を目指すフードデザインの普及実践、ブランド価値の向上等に取り組む新潟ブランドの構築、情報発信といった7つの戦略を策定され、来年度以降の事業に取り組まれていくとのことでございます。久留米市につきましては、福岡バイオバレープロジェクトとして平成13年から福岡県が主体となった取り組みが行われておりました。久留米市内の既存の研究施設や新たな研究施設等が整備されたことにより、地域にあったバイオ医療に関するフードと関連するフードと新たに集積しました産業との相乗効果によって地域経済の活性化が図られているもので、今後はバイオ関係の技術や研究を職員分野にも生かしていくとのことでございました。この2つの都市の事例は本市における構想を推進する上で大変参考になる取り組みでございました。今後につきましては、まずは県主体の推進体制に参加したいと考えておりまして、熊本県や周辺市町村と連携を図りながら、本市の強みを生かす独自の構想の取りまとめをできるだけ早い時期に行い、来年度以降の取り組みに反映させていきたいと考えております。以上お答えといたします。以上、橋本浩一君。ありがとうございました。これから県の方針が出されて、平成25年度から本市の構想の具体的な姿が見えてくると思いますが、八代の特性が十二分に出る構想を練り上げてもらいたいと思います。今後も注視してまいりたいと思っております。全国的に見てみますと、各地でフードバレー関連の取り組みがなされているようでございます。広域的に行われているところ、市町村独自に行われているところ、また早くから取り組まれているところや、これから計画のところなど、さまざまでございますが、これからますますフードバレー事業について地域間競争が激しくなってくると予想されます。今回の熊本県フードバレー構想の場合も、
参加するそれぞれの自治体が競争と協調をうまく使い分けていくことが必要であるとともに、やはり中心となるのは八代がその核となり中心とならなければならないと思っております。聞くところによりますと、首長自らが有利に進めようとの思いからか、早い時期から県へ強く働きかけておられるところもあると聞いております。本市の場合を見てみますと、アンテナショップとか都市部への八代売り込みには市長の名前が出てまいりますが、今回のこのフードバレー構想については市長の名前が聞こえてまいりません。ボトムアップ方式、そういう方法もあると思いますが、やはりトップダウンも必要かと思います。今回質問いたしました公安関係、緊急経済対策、フードバレー、いずれも政治面でも国県とのパートナーシップが必要で、お互いの信頼関係があってこそ太いパイプで結ぶことができ、ひいてはそれが住民の幸福度も上がってくると私は思っております。最後になりましたが、3月をもって退職されます長良企画戦略部長、福田環境部長をはじめ退職される職員の皆さん、長年にわたって本市の発展のためご尽力いただき本当にありがとうございました。心より感謝と敬意を表したいと思います。今後も本市の発展のためご協力いただくとともに、さらなるご活躍を、そしてご健勝を記念いたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。